はい。あ、萩本さんです。ありがとうございます。じゃあちょっとじゃあこちらのお兄さんのテントを、はい、チェックしていただきます。まあ、ブラックダイヤのテント結構珍しいですね。あんまり。そうです。ね、こうパッて見渡した瞬間ないんでちょっと気になったんですけど、ね、自立式で。はい、そうです。これは一人用ですね。いや、二人用。二人用ですか。二人用なんですけど。二人用ですね。やっぱ広々使う。ああ、そうなるほど、そうですね。はい。実質何グラムぐらいなんですか。1.5 とかでした。どういった感じで気に入ってます？デザインとか。あ、デザインですね。可愛いですもんね。緑が可愛い。あ、ここめっちゃ雨よけみたいなのがバッてついてますよね。ここ。あ、そうです。これ珍しいですね。あ、そうか。ここのメッシュ、あ、ここずっとメッシュなんですよ。ジッパーないんですね。だからあれですね、付け袋しにくくなってるんですね。でも結構しますよ。あ、しますか。これじゃ足らないですね。ありがとうございます。すいません。じゃあこちらのお兄さんの、テントですね。なかなか珍しいテントなんで。これな、ウィーナス。ウィーナスのテント。よくわからない。この中華製のテントですね。これおいくらしたんですか。これは。定価で8,700円。安いっすね。中華製のやつですね。でも思ったより結構雨とか耐えました。あ、そうですね。あの南だけですごい風と雨に煽られたんですけど、まあ、問題なく使ってるんで、浸水もなく。浸水もなく。8,000円でそんな。はい。でも普通のね、モンベルと変わらないの。ああなるほど。中華製テントね。こうやって。あ、でも、まあ、ここ広いですね。サイドでね。メッシュの部分も広くて、はい、めっちゃいいな。なんかこれでも十分っていう感じなんですよね。あ、そうです。広さは十分。広さは十分やし、あ、ここにもあれがついてる。あ、両サイドで入れできるんで。両サイドに出入れできるんですか。はい、メッシュもついてる。あ、うまいな。はい、これ8,000円ですかこれ。めっちゃ機能。メガネとかあの、はい、携帯とか入れておけばなくすこともないです、ね。ないね。あ、ここね。このワーニングのところね、ポケットがついてて、両サイドついてるんです。でもこれ全部メッシュやから、あ、ここも両サイドついてるんだ、ここ、はい、全部メッシュやからかなりあれなんですか。これだけ取って、ね、夏真夏とかじゃ過ごせるし、風邪ないとかね。あ、めちゃくちゃ機能性ですね。あんまりこれも見ないですね。テント被ってる人います？テント。いや、誰もいない。誰もいない。マニアックテント特集。針がちょっとテローンとなるんで、ちょっとそれがあんまりかっこよくないんで。あ、針がね、逆に見分けつきやすいですけど、ね。2.7 キロですね。 2.1キロですね。 2.1 キロですね。あ、これ光ってましたよね、これね。あ、そうですね。もともと付属品で。付属品でこれ、夜ロープで。これ夜光る。あ、これめっちゃカラスあれ、これを頼りに、そうそう、こっちに来たから。あ、そうか、めっちゃいいじゃないか、これ光る自在。ね、光る自在。すごいですね。8,000円なんぼでたね。そうですね、まあ、あの小屋泊1回1万なんで、はい、まあ、1回使ってみて、うん、破れたら、まあ、それはそれでいいかなぐらいで買ったんで、それで、まあ、何回も使えてるんで、はい、まあ、これ破れてから次ちょっといいやつを買おうかな。他の人のやつ見て、見てね、いいなみたいな。ね、経済的ですね、8,000円なんぼで。ああ、そうか、そういうことか。じゃあ、何回も使えたらね、後元取れますよね。ありがとうございます。